うわー、いい。どうも、昆虫ハウス101号室、ハチマルです。そしてカメラマンが平岡さんです。お願いします。はい、いや、壊れた。今日ですね、9日ですね、9日、10日からですね、いや、その僕の大好きな馬娘、成田大臣の誕生日なんですよ。いや、そうですね。じゃあちょっとあと4時間ぐらい、ちょっとやり続けて。ウマ娘はサブチャンネルで取り扱ってます。うえーゲボーゲボーゲボー。ちょっと今回は昆虫を、昆虫、まあ、虫、虫、え、甲殻類、甲殻類、ダンゴムシです。あー、よかった。じゃん、はい、こちらもね、平岡さんにカメラマンお願いしたんで記憶真新しいと思うんですけど、はい、マジックポーションです。出ました、魔法のアイテム。ホグワーツさんの、魔法使いの田中さん、違うって、ランバージャクラいただいてね、田中さんです、ね、田中さんからお譲りいただいたこちらのマジックポーション。身近でも見かけるオカダンゴムシっていうね、はい、まあ実際外来種なんですけど、うん、一番メジャーダンゴムシ、有名なやつですね。あれと同じ仲間といいますか、あ、種族的にはの、本当アルビノ。へー。でアルビノって色を生成できる能力がもう欠如してる個体じゃないですか、はい、それが T- と、うん、一応そういう生成できる部分がある T+ ってのがいるんですよ。はい、大丈夫お前こういうことこのマジックポーションは色はつくけど限りなく白に近い T+ のだいぶ T- 寄りの方。なるほど、ギリギリみたいな、ポジション的にはね、はいはいはい、なんか複雑でね、はい、何も喋ってないのと同じなんですけど最後でもそう、ポジションとしてはそうみたいですね。なるほど、いいですよね、綺麗な、可愛いな。今から、飼育環境を作っていくんですけど、はい、ダンゴムシの飼育環境ってもう結構やってるんですよ。みんなね、どれも変わり映えしないような育成セットだから、うん、もうなんなら配信でパッてやっちゃったことも多くて、はいはいはい、ただですね、いろいろ専門の方にお聞きしたら、はい、いや、ダンゴムシの飼育、うん、もっといいのありますよと。おー、なるほど、画期的というか、はい、専門家らしいアイテムを使ったような。なるほど、はい、裏技を教えます。うわー、いい。今回使う飼育ケージはですね、はい、こちらクリアスライダー。クリアスライダー、もうなんかみんな多分ね使ってるようなね。そうですね、まあ、この家では結構ね、ミモリ君もそうですね、よく使いますからね。でダンゴムシもやっぱね、今ねこうやって積み上げていくと結構同じケースだと綺麗にね並ぶんで、はい、確かに。なのでね、今回の子もねこれでいこうかなと。じゃあ床材の紹介ですね、こちらココピート。出ました、ココピート。これもブラックアドで購入させていただいた、購入したやつで、水につけて浸すと柔らかくなって普通の土になるというね、うん、こちら何がいいかって言ったら、あの保湿力がすごく高く、コバエとかダニが湧きづらい。クンタンとかいつも入れたりとかするけど、ああいうのもやらずにね。あ、なるほどね、これだけでいける。カエルがね本当に映ってたんでこれカエル用に買ったんやと思ってたけど水につけてるやつがねあるんですよ。つけたやつが3分間クッキングみたいに、はい、さあ出ました、水につけたやつ、はい、が入ってる箱はこの船です。名前の由来、わけわからんてーいやいやわけわからんてーいやいや始まる、本当に言うもんな、やめてくれって絶対言ってるよ。カメラ回る前に振りとかちゃうから。いや、まあ、でも動画が言ってるさ、マジだから。いろいろ考えちゃうねんって、求めてる人いるんやろかとか、ここで振らへんかったら俺が悪くもんなりそうで、言ったかと。それが嫌でね、股間赤くなって。いや、それは映ってないねんて。味しめたら股間触んな。いや、ちゃんとした頭脳みたいになるやろ。キーザマブレイン、アリボロみたいに言うの。オリジナルやろ今の。よくないな、はい、よくない。さあ、まあ、こうやってね、いやー、じゃあすごいですね。あ、もうだいぶ、15分ぐらいつけたんですかね。なるほどね、あ、いいですね、サクサクと、はい、ね、半分ぐらいしか使ってなくてね、このボリューム、クリアスライダーに対してこの量はちょっと多すぎるんですけど、ね、実はあの他のダンゴムシも少しずつね、あの飼育環境を変えていこうかなということで、うん、多めに作りました。あ、なるほど、こちらのクリアスライダーにね、はい、片詰めしていきます。ハチマルが片詰めなんて言うんやな。床材の硬さとかこだわってないけど、そう、放任主義だったけど、うん、もうバリバリとここは片詰めなんですね、うん、これぐらいで大丈夫ですね。片詰めきました。これはなんかね、その方に教えていただいたというか、別のブログで拝見したやつで、うん、なんかいろんな人の技を融合させて、すごいやん、のキメラができるんや。タイランドですね、だからタイランドが生まれるんや。そう、大丈夫かな。はいはい、さあまずはね、レムスターの部分ねお腹ねで、この上に投入火剤といいますか、こちら腐葉土。腐葉土
って腐葉土がね、うん、意外とパッと気づいたら乾燥してることが多くて、うんうんうん、その乾燥をね、なんとかこう防ぐために水苔を上に乗せたじゃないですか。はい、乗せてましたね。だからそれの下バージョンというかね。なるほどね、はい、そこからこうね、保湿を守るという、うん、腐葉土に関してはね、もう今すでにこのマジックポーションが入ってる環境にもね入ってますね。入ってますからね。で、マジックポーションはね、オカダンゴムシっていうことで、日本でもこうやってね、もう繁殖し続けてるぐらい丈夫なので、うん、はい、そんなには気ぃつかなくていいんですけど。なるほど。だから他の難しいダンゴムシとかもね、結構これがいいみたいで、うん、なるほどね、これぐらいで十分だと思います、うん、で、こちらに、はい、もう一つですね。ここに何か混ぜる、これが今回の目玉ですね。はボレーコ。ボレーコ、瀬戸内といったらレモンかボレーコって言われてるぐらい。初めて聞いたけど、小鳥ちゃんたちのカルシウムを補給する牡蠣の殻ですね。で、今まで有機石灰使ったんですけど、はい、なんかね、こっちの方がすごくいいらしくて。本当牡蠣の殻ですね、はい、完全にその感じで。うわー、すごい、こんなのが。そうですよね。ダンゴムシが結局このね、うん、難しい種類が死んでしまう理由って言ったら、一番は脱皮不全なんですよ。なるほどね。脱皮に必要な栄養素としてやっぱカルシウムが絶対いるみたいですね。すごいな、こんな白くなるんだね。白と黒がこう混ざって、うん、光と闇って感じですよね。すごい中二病臭いけどな、うん、そういうキャラでもないけどな、お前。で、ここにちょっと加水させていきますね。はい、加水させていきます。はい、ごめんなさい、これちょっと大使の誕生日のやつだった。ごめんなさい、ちょっとまだ早かったから。ウマ娘はサブチャンネルで取り扱ってます。うえー、ゲボーゲボーをこの部屋で持ってくんだから。これが大事なんでね。はい、加水させていきます。これももう5回ぐらいかな。はい、平気で5回上回るけど。私はね、やっぱサバ読んじゃうからね。むしろ10回よりやったしさ。来ました。混ぜることができましたね。はい、それできるね。社会復帰チャンネルじゃないってお前。やめろって、ためたびそれやるの。さあ、始まる。いや、できるだから。次はこれを入れることができるのか。大丈夫かな。あー、入れた。やめんな。はい、さあ、いい感じに。そうですね、土の深さもね、うん、段差がこの山から出る感じで、はいはいはい、床材がこれで完成なんですけど、はい、さらにね、また別で入れるものがあります。じゃん、石灰岩ですね。へえ、何それ、石灰岩を入れるの。言ったら、あの有機石灰の塊バージョンですね、うん、これかじったり食べるのかな。かじったりとか、よくあのね、湿った岩にダンゴムシくっついてる感じあるじゃないですか。はいはいはい、あの感じというかね。あれって、なんか隠れたりしてるっていうわけじゃなくて、じゃなく、もう本当にね、カルシウム摂取なんですけど。なるほど、これをね。ほー、すごいね。で、まあ、もちろん平岡が言ったように、下隠れ家にもなるんで。なるほどなるほど、いいな。ね、2つぐらい置いて、新しい雰囲気で。え、めっちゃいいやん、環境として。住みてー。いくらもらってんねんです。あと、まあ、隠れ家がね、もう少し欲しいということで、はい、樹皮ですね。はい、ここの樹皮の裏にアンバーダッキーはね、多かったしね。多かったですよね。やっぱ過去のそのジンクスはね、うん、取ってた方がいいからね。そうですよ。あ、いいですね。なんか雰囲気出ますよね。ねえ、餌皿です。餌皿、じゃ出ました。出ました、こちら、ハンドメイドの。うん、いいね、これがね。うん、ああ、いいな。ねえ、やっぱちょっとね、キャップの蓋だとね、うんうんうん、若干このなんていうの、外観を損なうというかさ。そうだね、はい、それがなくなる、いいですね、これは。うん、掃除もしやすそうでね、そこもいいですね、うん、乾燥したね、はい、こういうエビちゃん砕いてね、そう、食べやすいように。ああ、いいね、雰囲気あるね。で、ここにカルシウム剤かけたんですけども、それはね、この周りのボレーコ、はい、ボレーコってなんとかね、大丈夫かなということで。はいはい、いや、でもちょっと怖いな。混ぜたところにね、最後。はい、無事完成しました。いやー、いいですね。こう今までとね、違うテイストの。そうだね、断層分かれた感じもね、うん、外観からなんか前と違うのはね、うん、ちょっと見ててもね、うん、新鮮で。魔法のアイテム投入していきましょう。マジックポーション、どのマジックからいこうかな。一つ目のマジックは、うん、こいつから。こいつだ。いや、いい色してるな、うん、あ、どうでしょうか、馴染んでくる。お、さあ、どこ行くかだね。おー、どこ、そこ、潜ってた。あれ、各自ステージを発見した。これでもね、お店と違っていただき物なので、あの、正確に何匹かわからないんですけど、うん、あ、そうか、いただき物やもんな。そうですよ、ありがたすぎるやろ、本当に。そうですね、うん、カラーリングがね、うん、本当個性派が多くて、
でやっぱこんだけこういろんな種類を揃えたら、うん、やっぱ楽しくなってくるな。あ、そうだね、あのトミカとかさ、はいはい、並べてるのよかったじゃん、うん、ああいう感じ、あの感じ思い出す、うん、あ、じゃあお前はあれか、リカちゃん人形、いや違うよ、女の子側じゃないから。うわー、かわいいな、うん、もぐもぐ食べてるな。ダンゴムシかわいいよな。そうだね、見えてきたわ。田中さんという方もぜひね、はい、うちダンゴムシたくさんいるんで今度遊びに来てくださいということなので、いいですね。そうですね、近日もしかしたらね、はい、あのお宅訪問という感じでね動画にさせていただきますので、うわいいですね、そちらの方を楽しみにお待ちくださいませ、はい、この動画良かったと思う方は高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。